京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？まずはバファローズの先発山下が京セラドームのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。バッターは2番に入っている周東。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー山下、そしてキャッチャーした打球は左中間へ。センター掴んで2アウト。打席には3番バッター牧原。2アウトになっています。インコース決まってストライク。2球目打ちました。この当たりはどうか。森が抑えて3アウトチェンジです。この回点はどのようなところでしょうか？そうですね、一番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの一番バッター注目しましょう。ホークスマウンドに上がるのは先発の和田。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？バッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあまず1球目、1球目狙っていって当たりません。変化球が高めに抜けます。アウトコースのチェンジアップ、打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている宗。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り。2球目打ちました。周東。ツーアウトになりました。バッターボックスには3番森。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。スライダーが決まります。低めの球が内に決まります。ワンボールツーストライクです。アウトコースは外れます。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。2回に入ります。ホークスの攻撃。バッターボックスには4番柳田。打ちました。山下アウト、ワンアウトです。バッターは DH デスパイネ。まずはワンアウトを取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。いいところへ決まります。ここは150キロを超えてきます。落ちる球を持ってきました。これが4球目。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。バッターは6番中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。インコースを落としました。インサイド、打球はセンターへ。センターが取りました。2
2アウトです。バッターは7番に入っている今宮。2アウトになっています。いいところへ決めてきます。ストライクです。さあ2球目は、これはセカンドライナー、ランナー出ました。2回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。杉本が打席に入ります。バファローズ引っ張った、これはどうだ、三塁線破っていった、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。打席には5番バッター紅林、ヒットでランナーを1塁に置いています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。打ちました。センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには指名打者の中川、ワンアウトになっています。打ちました。セカンド取った、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがバファローズ得点。インサイド変化球決まっています。引っ張った、太田アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている甲斐、山下、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。紅林が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター三森、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そう、赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね、そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。高めに外れます。インサイド落ちました、センターに大きな打球、これはどうか、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。さあバファローズ先制のチャンスを迎えています。やはり先制できれば余裕も生まれますからね。うん、そうですよね。まあ彼は逆方向にも打てますから、相手からすると嫌なバッターですよね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。打ちました、三森一塁送球アウト、ワンアウトです。これはシングル、これが1球目、まず際どいコースをついてきました。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、タッチアップ、サードランナースタートを切る。打順はトップに帰って西川、バファローズ犠牲フライで先制点を入れています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。はい、しっかりと役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続ける。打ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、オリックスバファローズです。ツーアウト、これが初球、最初は変化球できました、ボールになります。高め打ちました、さあどうだ、柳田が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ犠牲フライで先手を取りました。3回終わって1対0。回は4回の表、追いかけるホークスの攻撃。バッターボックスには2番周東、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は2球目打ちました、ここはフライになっています。若月抑えてワンアウト、打順は3番牧原、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね、ちょっとヒヤッとしましたよね、ここは注意していった方がいいですね。そうですね、まずはワンアウトを取っています。バッターボックスは4番柳田、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。打ちました、ショートの右抜けました、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー二塁、ご覧いただきましょう。まずはボールから入りました、外低めの球、これもアウトコース、見送らせてこれで追い込み、
空振り三振。ここは投げ勝ちました。ホークスの追撃を許しませんでした。スリーアウトチェンジ。同点のチャンスがオリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターは森。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の初球打ち、打球はレフトへ、レフトが取りました。バッターボックスには4番杉本。先ほどの打席でヒットを放っています。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース外れます。引っ張った、これはどうか、シュート、素晴らしい反応を見せた。アウト、ファインプレイ。バッターボックスは5番紅林。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。ええ、バットは触れてると思うんで期待したいですよね。ええ、期待しましょう。ツーアウトランナー、インサイド打ち上げました。弾き返した打球は右中間へ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。この回バファ5回の表。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。まあボールがいい、インサイド落ちました。これはどうだ、アウト、ワンアウト。バッターボックスは7番今宮。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。まずは打った、高く上がった、フェンス直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ここはうまく引っ張られました。まあこれはいいバッティングさ。初球打っていった、ライナー抑えてアウト。ツーアウト、ランナー二塁となりました。これはバッテリー助かりましたね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには9番の甲斐が入って、打ち上げた、掴んで3アウト。同点は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のこれから5回の裏、もう DH に入っている中川。先ほどの打席はセカンドゴロ。この当たりはどうか、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒット。初球から際どいコースをついてきます。変化球にバットが空を切ります。ここはあっという間に追い込んでいます。ストレート打った、ファースト取った、そのまま一塁に入ってアウト。まあなんとか進塁打になりましたね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、近いところ破っていった、サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点を挙げました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。まずはボールから入りました。バッターボックスには代打のイボ。低め打った、抜けた、セカンド線ライト前ヒット、見事起用に。打順は1番に帰ります。バッター西川。バファローズこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおもその点。初球打ち、セカンドが抑えた、二塁フォースアウト。
アウト。ダブルプレーで3アウト。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいます。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。4回の表ピンチの場面だったんですが、しかしバットには当てさせません。同点のピンチをしのぎます。5回の表ランナーを2塁に置いて、しかし内野フライに抑えます。同点のピンチをしのぎます。その裏ワンアウト3塁の場面、8番若月、その初球をしっかり弾き返します。バファローズ1点を追加します。今日は立ち上がり6回の表、これから6回ホークスは代打を送ります。バッターはグラシアル。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。インサイド落ちました。ファウルになります。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。バッターは2番周東。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。山下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。危ない球です。アウトコース打ちました。これはショートライナー。打席には3番バッター牧原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。インコース詰まりました。山下が掴んで3アウトです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。ホークスのピッチャー6回の裏バファローズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。森が2番手としてコールされています。打席には2番バッター宗。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。バファローズリードで迎える6回の攻撃です。変化球が低めに外れます。空振りになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには3番森。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーなしです。初球打ち、大きな打球になった。これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。森、これが自身本日の。さあそしてバッターボックスには杉本が入ります。さあ追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですね。低め、これは外れた。レフトへ、これは上がりすぎたか。ここは打ち上げています。掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。さあそして打席には紅林が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。外のボール打っていった、高く上がった。掴んで3アウト、追加点。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね。素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。これはバットが泳ぎます。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは DH デスパイネ。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。山下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が3球目、アウトロー外れます。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取って2アウトです。バッターボックス中村。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。空振りです。インサイド落ちました。
掴んで3アウト。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、バファローズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。狙っていって空振りです。次が2球目。2球目打ちました。高く上がった。さあどうだ、右中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。さあ、そしてバッターボックスには頓宮が入ります。さあ、追加点の欲しい場面、何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。低め、これは外れた。左中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ、そして打席には若月が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にランナーは残した状態。センターへ、この打球は落ちるか、どうだ。まあ積極的にいった結果ではあるんですけれどね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから。また初球、セカンド正面、取った。一塁アウトで3アウト。ランナー8回まで来ました。7番から始まるホークスの攻撃、今宮がバッターボックスに入ります。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。バファローズリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点差だとまだ分かりませんから。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。2球目は何で来るか。2球目打ちました。これはショートライナー。打順は9番、甲斐。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。見逃して三振になります。3アウト、チェンジ。反撃したい8回の裏に入りました。オリックスバファローズ、打順よく1番から始まります。バッターは西川。先ほどの打席は打った、これはどうか、センターに抜けました。これでマルチヒット、ノーアウト。さあ、初球は何か。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあ、送ります。取りました。アウト、ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、バファローズ追加点のチャンスを迎えています。まあこの回で得点できると相手チームは嫌ですからね。なるほど、そうですね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには森が入っています。レフトへ、ここはフライになっています。抑えて2アウト。2アウトランナー2塁となりました。つなげたかったですね。まあただね、次が彼ですから非常に期待がかかります。レフトへ、面白いところに飛んでいる。掴んで3アウト。追加点は奪えませんでした。さあ、マウンド上の山下、完封を予感させる投球でここまで来ています。里崎さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチングを見せて、引っ張ったレフトライナー、掴んでまずワンアウトです。2番バッター、周東、今日はまだ当たりがありません。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。入りました。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、
見事な無四球完封勝利となりました。ご覧になっていかがですか？そうですね、今日はコントロールも素晴らしかったですし、バッテリーとしては最高の出来だったんじゃないですかね。そうですね、コントロールが素晴らしいと非常に見ていて気持ちが良かったですね。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんの2人でございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。